はい、皆さんこんにちは、バンダリングルイシです。信長の予防創造戦国立志伝の、真田幸村信重でのプレイ続きをやっていきましょう。前回までにですね、大阪の陣でなんとか、二代将軍徳川秀忠の軍勢を引かせることに成功してですね、今その後ということになります。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、ご覧の通りですね、幸村信重の控える、豊臣勢はもう大阪城しかね、ないという状況ですね。さあ今からご覧いただくのが乱世に幕を引く大阪、これは夏の陣かな、この堀それまだあるようであれば冬の陣だと思うんですが、秀忠と戦った前回がまあ、いわゆる真田丸の攻防戦を届けてきたので、おそらくこれは夏の陣なんじゃないかなと思いますね。さあ力攻めで大阪城を陥落させることは不可能だと悟った家康は豊臣方に対して和睦を提案した。まあ、今見ていただいたのはこれは大阪冬の陣だったということですね。豊臣軍による連夜の砲撃により戦いに恐怖心を抱くようになっていた淀殿はそれに応じる姿勢を見せたが、総大将の秀頼が反対したことで意見がまとまらず和睦交渉は長引いていた。なぜ秀頼は和睦に応じぬ、浪人衆が入れ知恵をしているようにございましてというところですね。まあ、結果このね和睦によって本来は大阪城の外堀これを埋め立てるというのが和睦の条件の一つに入っていたんですが、まあ、家康側、まあ、徳川側は内堀も埋めてしまって、まあ、裸城にしたというふうに言われてますよね、大阪城が。まあ、これによって夏の陣では豊臣方大阪方は、まあ、籠城することができずに、まあ、出撃策を取ったというのが、まあ、ここの伏線になっている部分になるかなと思います。もうこの2人の会話ね、今ちょっと読み上げずにご覧いただきましたが、なかなか切ないストーリーにはなってますね。この日、徳川家と豊臣家の間に結ばれた和睦の起承文を交わすため、大阪城から一人の若武者が徳川家康の元を訪れていた。若武者の名は木村重成。豊臣秀頼の父兄弟であるが、天下においては無名に等しく、外交の場で大御所徳川家康と釣り合うような武将ではなかった。
将門には家康秀頼の両総大将が鉄板を押す取り決めになっていた。ご鉄板が少しばかり薄いようにございます。大事にございますれば今一度押し直していただきたく存じ上げます。はあ、年を取ると血も薄くなってきていかんな。この一件が実際の出来事であるかどうかは定かではない。ただ確かなのは、木村重成という若武者が徳川家との講和の際に見事な振る舞いを見せたということ。そしてこのような逸話が語り継がれるほどに重成が天下にその名を轟かせたということである。さてと、ここからですね、 大阪冬の陣の和睦を結ぶ際に徳川家と豊臣家は互いに条件を提示した。徳川家が提示した条件は、大阪城の外堀を埋め、本丸以外は破壊。これはあの先ほど、僕がねお話したところに、通ずる部分かなと思います。そして大野春永、織田裏久斎は人質を出す。一方、豊臣家の提示した条件は秀頼の安全と本領の安堵、誰も反乱の罪には問わない。ただこの条件の中に家康の恐るべき罠が隠されていたというところですね。後日大阪城三の丸、よし取りかかれということで、これは三の丸の破却の部分になりますかね。和睦の際に外堀を埋めるのは徳川家が、二の丸三の丸の破壊は豊臣家がそれぞれ担当すると決められていたはずが、徳川軍の兵士たちは外堀を埋め終わると二の丸三の丸を破壊し始めたのであるというところですね。これは本田正信と家康の会話に次映ってますね。使える手は全て使わねば大阪は落ちん、あの秀吉が気づいたのだからな、ということで、まあ、ここでは家康は秀吉に対して、まあ評価をしているようなね口ぶりになってますね。まあ、実際大阪城は天下無双の城と当時から言われていたようですね。まあ、城郭もさることながら、やっぱり、城の巨大さがね、やっぱり相当だったというふうに言われています。今、大阪にある大阪城は、その後、徳川家がね、作り直した城で、秀吉の築いた大阪城っていうのは、この大阪の陣、大阪の夏の陣で、まあ、消失したというふうに言われていますね。で、今ご覧いただいたように大阪城は外堀だけでなく全ての防御施設を無力化されてしまって、豊臣軍は次に戦いが起これば野戦で迎え撃つしかない状況に追い込まれてしまった。まあ籠城という選択肢が逆に言うとなくなったというところですね。で、これは雪村の娘ですね、高橋内紀。母は高橋内紀の娘となってますけども、この高橋内紀の娘が今、大河ドラマ真田丸の中では長澤まさみちゃんが演じているキリですね。で、武将の能力としてはまあご覧の通り平凡的なものになっています。で、雪村は足軽頭に昇進と、ご命令を。先月の収支です。おそらくこの後、またイベント回線で今度は、野戦多分していくんじゃないかなと思いますんで、まあ、それまでの間はね、
引き続き城の防御力を固めるっていうことができない以上は雪村自身の兵力を高めるようなねことをしていきたいと思います。すなわち内政ですね。ではどうしようかな、砂鉄とかもありますけども、まずはやっぱりね水田立てていきましょう。でここは温泉があって砂鉄もあると、ここに水田2つ作ってますね。もう1個ぐらい水田作っておきましょう。であともう1つはやっぱりね武家町もねしっかり作っておかないとこの後自利品になっていきますんで、館の周りには武器屋敷を作っておきましょう。これで表情は終了します。さて、またここでイベントですね。大阪府の陣で徳川家の主力として戦った井伊直孝は家康に呼ばれ伏見城を訪れていた。何かここから本題が始まるようですね。これよりする話も笑えぬが決してざれ事ではない。今日よりお前がいいの当主となるのだというところですね。これはお前の兄では赤備えを率いることはできぬ。なるほど。直政さより聞いておろう。赤備えがいいが何たるかをと。この直政っていうのは井伊直政のことですね。徳川四天王に数えられた猛将中の猛将。家康の故障を狩る大名になりやがった直政には強固な地盤がなく、井伊家の家臣団は今川家、武田家、徳川家など出身の異なる者たちにより構成されていた。なるほど。そのため、重弱な兄直勝では統率できず、家中は混乱状態が続いており、徳川の主力軍である井伊家のその状況に不安を覚えた家康の主導により今回の当主交代が実行に移され、以後直孝は見事な手腕で家中をまとめ、井伊家彦根藩は江戸幕府に多くの大老を送り込む夕飯へと成長していくのであるというとこですね。彦根藩の井伊の大老といえばやっぱり幕末桜田門外の変があったやっぱりその大老井伊ですよね。映画とかで桜田門外の変とかも見たんですけど、その時はね確か誰だったかな、名前がちょっとすぐ出てこないんですけど、ソフトバンクの犬の CM の声やってる人、ごめんなさい、すぐ名前が出てくるの超有名な人なんですけど、がね、確かやってたと思います。桜田門外の辺。まあ、その、大老井伊。その藩祖が、今出ていた、井伊直政ですね。で、また来年の大河ドラマでは、その直政を養子に迎えた、井伊直虎を柴咲コウが演じる、大河ドラマもね、来年連続して戦国時代の大河ドラマやりますんで、そちらも非常に楽しみですね。
ここは、雪村がね、文の中にしたためた書になりますね。定めなき浮世にて将来は、一日先は知らざることに候と。我々事などは浮世にあるものとは思いし、召し、騒乱まじく騒乱。何が起こるかわからないこんな世の中なので、明日の命も知れない私たちのことはもう死んだものと思ってほしい。絶望の中で、雪村は静かに覚悟を固めていた。なんとかね、まあ、勝たせてあげたいところになるんですけどね。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。さあ、では続きをやっていきましょう。さあ、5図目の要請が来てますが、勝てるのかな。現在東方約4000の手勢にて2000の敵と対峙中。なるほど。では出陣していきましょう。雪村は400しか手勢が率いることができないので、まあ、400で出るしかないですね。敵部隊を発見するというのが最初の任務になってますが、あんまりね、突出してもあっという間に軍勢を消耗してしまうというのもあるんで、ちょっとここは慎重にいきましょう。物見は失敗したか、先に発見したみたいだな。そしたら正面からぶつかっても400では勝ち目がないので、後方に回り込みましょう。私に続け。これで決めるぞ。私に続け。死にたい者は前に出よ。引け。まあただね、戦には勝利したのでよしとしましょう。よし、侍大将に昇進したな。表情を始めます。先月の収支です。そうすると先に温泉街を作っちゃいましょうか。ここに温泉があるんで温泉を作っちゃいましょう。あと統治上ですね、これで兵力の回復を早めましょう。ただでさえ兵力ないので、先月の収支です。報告いたします。労力不足か。さて、徳川家と豊臣家の和睦以降、大阪は平穏を取り戻していたが、それは所詮家康が自らの策略のために作り上げた偽りの平和に過ぎなかった。大阪城には未だに多くの浪人衆が集い、京の町で牢石を働く者などもいると聞く。なるほど。
今一度力を貸してくれということで、豊臣の進化たる立場を忘れ、約定を違え、卑劣な行いをなす徳川家康、これ以上見過ごすわけにはいかぬのだと。まあ、ただこの時もうすでにね、その家康と豊臣のね、力関係が完全に逆転してしまってますからね。家康の最後通告を受けて再戦の決意を固めた豊臣方であったが、すでに大坂城には防御機能がなく、野戦で徳川軍の太平を迎え撃たなければならなかった。先手を打つことを考えた豊臣方は、東は大和、南は紀伊へと出兵する。紀伊を染める浅野家は豊臣恩子の大名であり、前当主浮長は秀頼の地位を保つべく豊臣方への協力を惜しまなかったが、現当主、これは長成だってますかね、は完全に徳川方であり、紀伊出兵はこれに対する報復の意図もあった。おっと、ここも、イベント回戦で戦うんですね。天下に長滝段吉右衛門、戦いの中でしか生きることができない彼は、戦いをもって自らの人生を完結させようとしていた。まあ、戦国伝を進めますかということで、進めていきましょう。なるほど、まずは合流しなきゃいけないんだな。先に合流しましょう。かしこまりました。数は味方が3000、敵が5000か。行きます。間に合うか。我に続け。死にたい者からかかってこい。交流はしたぞ。よし、これで退くことはできそうだな。戦場北端に移動するって言ってもな、これは難しいぞ。そもそもどっちが北端かという問題があるな。まあ、普通に考えたら向きとしてはこっちが北だな。ただこれはかなり難しいぞ。かしこまりました。なんとか逃げてくれ。これで決める。無理か。やってくれるな。退けなかったね。これで死ぬな。いや死ぬねって感じですね。まあ、ちょっと今のは難しいよね。この戦国伝の敗北がどう影響してくるのか、ちょっとねこの後展開を見守るしかないんですが、
今のパターンだとちょっと逃げようがないですよね。さあ、表情を始めます。先月の終始です。そろそろタタラバとかもね、一つ二つと作っておきましょうか。で、あとは水田ですね。もう高炎症がなんか落とせそうな感じがするぞ。ただ不足はしてるんだな。兵が不足はしてますね。さて、まあ大阪夏の陣、今までご覧いただいてきた通り、裸城になってしまった大阪城から出撃をして徳川の大軍を迎え撃つわけなんですが、大本又部は大和寺から来る徳川軍を大阪城から5里ほど離れた道明寺村付近の小松山で迎撃することを主張。一方雪村は大阪城南の天王寺付近に徳川軍が集結したところを叩くべしと主張した。まあ、この2人でちょっとね、言うことが変わってるんですね。左衛門の助らしくないなとなってますが、これちょうど先々週ぐらいに、大河ドラマで、兄信之と一緒に雪村信繁が官位をねもらってましたよね。時の関白豊臣秀次、まあ、その呼び方を後藤又部もしてるというところですね。さて、表情終了後、後藤又兵衛の居室。後藤殿、この戦で死ぬ気ではあるまいな、ということですね。どうだろうな、勝てるか勝てないか。ちょっとね、さっきの戦国伝の感じだと、かなり厳しいイベント回戦の、達成条件が課せられている可能性もあるかなと思います。なので、まあ、ちょっとね、気を引き締めながらプレイの方をしていきたいと思いますが、どうかな。なぜ後藤殿は私を小松山に、お連れくださらないのでしょうと。こうして後藤又部は夜明けを待たずに出陣。それを追う雪村、毛利勝長らは夜明け前に又部と小松山で落ち合うべく出陣の支度をしていたが、辺りには豊臣方の先行きを暗示するかのような濃霧が立ち込め始めていた。
まあ、ちょっとねネタバレの話をしてしまうと、史実のこの元後藤又兵衛が徳川軍と開戦するんですが、この濃霧、今濃霧が立ち込め始めていたと出てますけど、この濃霧の影響を受けて、雪村信繁、真田信繁がこの後藤又兵衛隊と合流することができなかったんですね。これが一つ大阪方の、まあなんて言うんでしょう、誤算の一つだったという部分かなと思います。さあ、とはいえ、イベント回線が始まるようですね。さあ、道明寺の戦いが始まりました。圧倒的に不利な状況が、又兵衛はわずかな望みを胸に小松前へ向かう。だが霧の先に彼を待ち受けていたのは絶望であったと。忠政を撃破、忠明を撃破。まずはちょっと敵の陣容を見ましょう。敵の数12,300か、多いな、非常に多い。迂闊に動けないというところにはなりますね。これだと、これは福島の部隊かな。でこちらは本田忠政、5000、3300、4000。戦国伝で見ると、厳しいな。統率武勇70、52、62、58、78、81、水野勝成が一番厄介ですね。まあ戦闘力で言えば又兵衛の方がさすがに上ではありますが、これは普通に戦っても負けてしまうので、かしこまりました。ちょっと敵の様子を見ましょう。でで、小松山に攻め寄せたお味方の兵、総崩れとなっております。お、宮本武蔵がいるぞ。ここでなんとか敵を追い散らしましょう。承知いたしました。かかれ。敵の数はだいぶ減らすことには成功したので、まあ、ここは下がりながら回り込まれないように戦っていきましょう。お待たせください。追い込まれないようにしなくてはいけないので、とはいえ囲まれたか、ついに。さあ、誰かと思えば水野ではないが、徳川の犬になり果てたかということですね。ここは下がりながら戦いましょう。お任せください。追い打ちはまだ発動できないな。発動したので、ここで横に回り込みましょう。かしこまりました。
奥義一戦が来たか。奥義一戦は厄介だな。かしこまりました。そんなふざけはしてくれるなよ。これで決めるぞ。そう、まずいな。承知いたしました。ここが貴様らの地獄よ。これは勝つのはかなり難しい。承知いたしました。なんとかならないのか。ちょっと下がりましょう。かしこまりました。このままではいずれにしてもダメだけど、混乱から回復できないな。マダベが散る。厳しい。退却する。マダベにもその時が訪れたということで、ちょっとね混乱してしまって、もうどうにもならなかったですね。ちょっとね、後藤又兵衛の最後の道明寺の戦い、戦国伝出ていたので、まあ勝利することができれば違う展開があったのかもしれないんですが、ちょっとここは残念ながらね、又兵衛を死なせる結果にはなってしまいました。水野勝成を撃破するという新たなミッションが出ています。これで兵力差は1000ちょっとですね。なんとか勝利できるように。承知いたしました。こちらも部隊数が2部隊になってますので、戦い方によってはあるいはという感じにはなりそうですね。で、水野が前に出てきているので、承知いたしました。承知いたしました。ここで、まあ、宮本武蔵が出てきてますけども、バカモンドとかだと武蔵は確か徳川型ではなく豊臣型で出てきていたような感じがしますが、まあ、ここでは徳川型の水野勝成配下の、中として出てきてますね。さあ、ここは包囲殲滅作戦でいきましょう。かしこまりました。ここで武蔵と石見重太郎がまさに相対しているというわけですね。さあどうなるかな。で、水野勝成の部隊を撃破することに成功したという状況かな。
で、まだ敵の数が2900。ただ、どうなんでしょう。承知いたしました。敵の残りの部隊は、そんなに優秀な部隊ではないはずなので、この兵力差、約300であればひっくり返せそうな、そんな感じですね。ただ、敵が、援軍が、お任せください。早めに、この兵力を削っておきましょう。ちょっとね、この戦いが終わるまで少し長くなりそうなんですが、このまま続けさせていただきます。ぬぬ、どこにいるんだ敵は。任せくだされ。あれぞ、承知いたしました。今見せ方法見せてくれよ。これで切る。我らの意地なんという強さ。我が道を開けよ。ここは貴様らの地獄よ。聞け。お、ここで毛利勝長と信繁が来ましたね。信繁殿はご無事にございますかということで来ましたが、さてだ、政宗が出てきてますね。ほう、また大物が来たものだな。これでまた一つ徳川に恩を着せられそうだと。ということで、ここからはどうだろう。政宗隊との戦いになるのかな。ちょっとね、もうちょっと先まで進めましょうとお話をした直後なんですが、さすがにこの後ね、政宗との戦いにも発展していきそうというところもありますので、一旦ここで終わりにしてですね、ちょっとこの続きすぐ始めていきたいと思いますので、一旦ね、ここで、終わりにしたいと思います。この続きもぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。